日ちょっと、繰り越して水曜日に休んで休みをいただいておりますが、今これ因島のですね、カフェの菜の花さんというところですね。海が目の前にあります。デッキ、犬がいるんでですね、おばあは中で、寒いからちょっと中でいいんですけど、デッキがあります。橋がここにあります。これ何の橋でしょうね。因島大橋じゃなくて生口大橋ですかね、これで。向こうにもう一個橋を作ってるっていう時が、海の方がなんかいいらしいですよ。あら、消えた。すぐ消えますね。ひとところにじーっとしとるのがもう苦手なんですね、おばば。おばばのお母さんのおばあちゃんの方がもうそういう人でしたね。5分と待たない人でした。で、うちの兄貴が大体似たような感じでしたね。まあ今残ってるのがおばばだけなんで、兄貴の方も先に行きましたしね。僕は全然性格違いますね。菜の花さんですね。ウッドデッキいいですね。さあ、洋服店に連れて行きましょうか。